こんにちは、現役小学校教師の宮沢優衣です。今日は3月30日、もうすぐね、いよいよ新しい年度が始まります。学校の先生方、ドキドキワクワクしてる時かと思います。ちょっと気になる言葉があって、こんな言葉をね、たまに使う先生もいます。子どもたちを変えたい、変えてあげたい。僕ね、この変えるっていう言葉にはね、とっても違和感があるんです。なんでかっていうと、誰かね、知らない人がわーっと僕のところに来て、お前のことを変えてやるぞ、変えたいんだって言ってきたらなんか怖くないですか？怖いっていうか、気持ち悪くないですか？なんか嫌じゃないですか？だってこっちは変わりたいとも思ってないし、変わる必要性すらないと思ってるかもしれないじゃないですか。その時にね、知らない人がドーンと前に来て、お前のことを変えたいんだって、ね、言ったらね、怖いんですよ、嫌なんですよ。だからね、言葉のニュアンスかもしれないんだけれども、成長させたいっていうのと、変えてあげたいっていうのは、ちょっとね、違和感がね、の感じ方がちょっと違うかな、なんていうふうに思っています。そう、だからね、まずね、子供を変えようとかね、そういう、その感覚じゃなくって、むしろね、子供を成長させてあげたい、そのために子供がうまく成長していかない、変わっていかないっていうふうに思うんだったら、成長してあげられるような、変えてあげられるような自分が変わろう、間違っても相手をこう変えてやるぞじゃなくて、自分がまず変わっていこうよ、この考え方とっても大事だと思います。ただね、ただ自分が変わるためには、まず自分のことを知らないといけないじゃないですか。だから自分のことを知るために、今日は一つ PM 理論というものを紹介したいと思います。PM 理論というものを紹介して、一体自分がどんな特性を持った教師なのかっていうのを知っていただきたいと思います。それでは今日はよろしくお願いします。宮沢優衣教育研究所。もう学校の先生はですね、その場面や、まあ、相手に応じて結構ね、いろんな役割をしていかなければいけません。学校の行事とか、まあ、いろんなことでね、集団を率いて、さあ行くぞーって言って、強いリーダーシップを発揮しなきゃいけない時があります。リーダーですね。逆にある時は、この人とこの人の間に中立的に立って、よくよく話を聞いていく、ファシリテーターなんてね、役割を求められることがあります。他にもね、いろんな役割を求められます。このいろいろな役割を変幻自在に使いこなしていくことが必要になってくるわけですけれども、今日はこの中の一つ、リーダーシップについて、注目してお話をさせていただきたいと思います。こちら図をご覧ください。縦軸と横軸の図を書いてあります。縦軸がメンテナンス括弧集大事機能、横軸がパフォーマンス括弧目的達成機能というふうに書かれてあります。言葉がちょっと分かりづらいですね。集大事機能っていうのは、まあ、簡単に言ったら、その集団をまとめる力、その集団クラスが、仲良しになるって言ったら分かりやすいかもしれないですね。仲良し。一方、パフォーマンス目的達成機能っていうのは、学校教育の目的はね、仲良しになることじゃなくて、成長していくことですよね。力をつけていくことですから、まあ、そういうこと、まあ、パワーアップ、力をつける、パワーアップ。リーダーには、このパワーアップをさせるリーダーと、仲良しにさせるリーダー、その2種類があるんだよ、というのが今こう書いた図になります。で、ちょっと見ていきたいと思います。この図ですがね、もうお分かりかと思いますけれども、右に行くほどこのパフォーマンス目的達成機能が高くて、プラスね、プラスで、上に行くほど集団維持機能が、その力が高いということになります。プラスということですね。つまり、この図の中で一番リーダーシップが高い状態というのは、この右上のこのお部屋ですね。これ名前つけましょうか。なんだろうね。パワーアップもさせられるし、集団もギスギスしない、仲良しの状態でいられる、まあ、理想型としましょうか。理想的なリーダーシップ。では続けていきましょう。右側、このパフォーマンス、パワーアップは強い、高いんだけれども、チームはそんなに仲良くはなっていかない。ちょっとギスギスしたりする。ただ、目的は達成できるんだっていう。これね、ラージ P。だけど、メンテナンスが弱いから、まあ、スモール M って書いておきましょうかね。
これはだから目的達成型パワーアップ型っていうのかな。続いてじゃあ残り2つ見ていきます。 B パフォーマンスが弱い、パワーアップするパワーアップさせる力が弱い、だけれども集団は維持、集団維持機能は高いよ、つまりチームは仲良しになるよっていうことですね。 P が弱くて M が強いから、スモール P ラージ M って感じですね。これ名前つけるとしたらもう仲良し型ってことになりますね。仲良し型。残る一つは目的達成させる力が弱くって集団維持機能仲良しにもならないっていうスモール P スモール M。 だこれ何型っていう名前つけようかな、どうしようかな。理想型、パワーアップ型、仲良し型ってきたんで、ちょっと名前が長くてごめんなさい。これなんかパワーダウン型っていうね、名前をつけましたと。この図をね提唱した、この考え方を提唱したミスミさんという方はこの P と M で、リーダーシップのタイプを4つに分けましたよっていう、まあ、そういう図になります。でこの理想型、もう成長させられるしクラスも仲いいし、もうとっても素敵な、学級組織を作っていくという担任の先生のリーダーシップ、こんなね姿を目指したいですよね。誰もがここを目指して、頑張ってやっていきたいと思っていると思います。ただなかなかこうこうはならないし、この状況に行っている先生っていうのもあんまりねいないと思う、少ないと思うんですよね。じゃあ残りをちょっと見ていきたいと思います。じゃあスモール P ラージ M、 つまり仲良し型ね、僕が見た感じだと、まあ、もちろんね例外もあるけれども若手の先生に多い、若いからさやっぱ子供との距離がね近くって、で近すぎちゃうんだよね、近すぎちゃって例えば叱れなくなっちゃったり指導ができなくなっちゃったり、しちゃう、いつの間にか子供との距離が曖昧になっていって関係も崩れていっちゃうっていう感じ、そんなタイプかもしれない。でもねメリットもあって、この仲良し型に入る先生っていうのはね僕はねとても長所があってね、これ1対1のね関わりがとても上手なんですよね。1対1ね、困ってる子供の話をうんうんって聞いてこう寄り添ってあげられる人が多いですよね、ここにいる人はですね。で右下ラージ P スモール M、 これパワーアップ型ですけれども、これはもう M が小さいからチームワークがねあんまりこう少なくって目的は達成できるんだけどみたいな、ちょっと悪いイメージがあるかもしれないけれども、とっても長所があってやっぱりね全体指導が得意なんですよ。この先生がねする説明ってねすごく分かりやすくって明確でね短くってより多くの人たちに指示を出して明快にこう一つの方向へ向けていくっていう力はとても強いと思うんですよね。何かこう変えていかなきゃいけないっていうそういう場面ではこのラージ P スモール M の人っていうのはものすごく力を発揮すると思います。最後スモール P スモール M、 こう不仲パワーダウン型、もうこれ残念なんかね言葉悪く言ったら不適格教員なんていう風に思われてしまうかもしれませんが、もうみんなね最初ね駆け出しの時はここなんですよ、最初こうなの、上手にね力もつけてあげられないし集団もまとめる力がない、みんなね大体ここから始まるんですよ。で、大体自分の特性が分かってきて少しずつ少しずつ少しずつこのラージ P ラージ M の方に向かって歩みを進めていくわけです。その時にね大体ねちょっとこう自分のタイプが分かってくるんですよね。このスモール P スモール M からこのラージ P を経由してこっちに向かう人なのか、で、ラージ M を経由して向かっていくのかね、様々ですよ。それはいいと思う、それ人それぞれでね、間違っても今自分がラージ P ラージ M じゃないから、理想型じゃないから自分はダメな先生なんだ、全然ダメなんだなんていう風に絶対に思わないでほしい。それぞれね長所がある、必ず長所があるから、誰にも向き不向きがあるからさ、自分もスモール P スモール M で全然ダメなんだなんて思わない、もう発想もね変えて、ここね
可能性しかないんだから、もうどんどん伸びていくしかないんだから、自分には可能性があるんだ、広がってるんだって前向きにね考えていきましょうよ。自分だってね、僕だってね、10年前はねここから始まったんですよ。何にもできない本当にね不器用な人間でした。まあ、それがね少しずつ少しずつ向上していっています。で最後ね、ちなみに宮沢はじゃあ一体どこのタイプなんだっていうと、僕が多分もともと持ってる力っていうのはこっちだと高い P、 目的達成機能が強い人間だと思う。だから一人一人に寄り添って、うんうんとお話を聞いていくっていうよりは、たくさんの人間に、たくさんの子どもたちに分かりやすく明確に短くポーンと指導を与えて、さあみんな行くぞっていう感じで、このラージ P の力がもともと強い人間かと思います。今これ見ていただいてる教え子の皆さんはね、うんうんうんってうなずいてるかもしれないけれども、まあでもそれってね、自分の中ではね落ち込むんですよ。なんかスモール M で俺は本当に子供一人の話をこう聞いてあげられなくて、本当にダメな人間なんだ、ダメな先生なんだなっていうふうに思っちゃうんだよね。結構後ろ向きでネガティブに思っちゃうんだけれども、そんなふうに思ってももうしょうがないから、やっぱり人には向き不向きっていうのがあるからさ、その自分を一旦受け入れてあげて、まず自分はそんな人間なんだなって知ること、知った後にじゃあどうやって成長していったらいいかなっていうのを考えて、ちょっとずつちょっとずつやっていったらいいと思います。間違ってもね、いきなり子供を変えようっていうふうに思うんじゃなくって、まず自分にできることは何だろう、そして自分ってどんな人間なんだろうっていうのを、一回立ち止まってね考えていくっていうことが、とても大事な作業かと思います。さあ、それでは今日は PM 理論を紹介させていただきました。皆さんはどこの部屋にいるタイプの教師でしたか？よければ明日からのお仕事に役立てていただけたらと思います。おまけ、特にね若手の先生に向けて、お話しさせていただきたいです。さっきは言わなかったんだけれども、例えばね、右下の部屋で担任が右下の部屋の先生で伸びる子供と、担任が左上の部屋にいて伸びる子供っていうのがいます。だから、まあ、相性だよね、合う合わないっていうのがあると思うんだけれども、やっぱりクラスにさ30人いたら合う合わないっていうのは絶対あるんですよ。友達同士が合う合わないっていうのがあるのと一緒で、学校の先生と子供にも合う合わないっていうのはありますよ。それはもうね当然だと思う。でじゃあ例えばね、自分がここだったとしよう。自分がこの左上の仲良し型の先生だったとしよう。この時にね、ここで伸びる子供と、ここで伸びない子供がいるわけでしょ。で、この伸びない子供っていうのはどういうふうに思うかっていうとね、どん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 ね不満が溜まってくるんでね。で、不満が溜まってきて、その不満っていうのはどこにこう発露するかっていうとさ、友達とか保護者に向くんですよね。で、僕はあの先生が嫌いだ、嫌だっていうね、そういうふうに言うわけです。で、その言葉を受けた保護者っていうのはやっぱり子供のこと大事だから、まあ、あの先生は良くない先生だ、うちの子供のことをね、しっかり分かってくれない、共感してくれない先生だっていうふうに思う保護者が中にはいますよ。で、保護者によってはね、それを学校の先生にふわーっとね言ってくる保護者っていうのも中にはいます。実際いました。そういうふうに言われたことが何回もありますよ。1回2回じゃないですよ、10年間やってたら何回もありますよ。そのために僕落ち込んだりしたけれども、ここでアドバイスをしたいんだけど、自分は一生懸命やってるつもりなんだけれども、うまく保護者に伝わらないっていうのは、これはね、30人を見てる教師と、そして1人を見てる保護者、このね立場の違いなんだよね。それだけ。
だからお互いはお互いいがみ合う必要って本当はないと思うんだけれども、この本当はね立場の違いを超えてお互いね理解し合えたらいいんだけれども、若い時ってやっぱり自分の子供もいないし、この一人を見てる親の気持ちってあんまりわからないんだよね。で、一人を見てる親って30人をこう引っ張っていった経験がないから、ない場合が多いから、あんまりこっちの気持ちわからないんだよね。だから自分のもう価値観が全然違う者同士、もう立ってる土俵が違うところでこういがみ合ってても、本当にねこれ話噛み合わないし不毛なんですよね、正直ね。そんな風にねこれ立場の違いで責められちゃう先生がいるかもしれないけれども、そこでねあんまり落ち込まないでほしいなっていう風に思います。30人を大切にしようと思ってる教師、一人を大切にしようと思ってる保護者、これね両方とも大切にしようと思ってるじゃないですか。その思ってる者同士がこうぶつかっちゃうっていうのは本当にね悲しいことです。自分はこんなに頑張ってるのにって言いたいところだけれども、そこはねやっぱり自分が至らないところって多々あると思うから、ありがとうございます、参考にさせていただきますって、そんなねあの気持ちでいたらいいかなと思います。いよいよね来年度始まっていきます、いい時もあれば悪い時もあると思いますけれども、これを見てる学校の先生の皆さん応援してます。頑張ってください。さよなら。